You! 情熱元気発信実行祭はアッハー Ladies and gentlemen, join this experience. 3, 2, 1Yeah.
りだねこの時間はあなただけの声を待っていた旅に弾む会話が真空線君ならまた会える日をだって夢を見たといているんだ私が見たのも聞こえてるのマジで
ただきます。食べるの大好きマグマグメグメグ、ありがとうございます。青色担当斉藤メグです。メグちゃん、はい、 OSU のカステルピンク担当マリアこと星野マリアです。よろしくお願いします。マリア、はい、今年で実行祭3年目です。紫の担当サキアンこと大野サキです。サキアン、はい、今日からメンバーで実行祭盛り上げていきたいと思います。皆さんまだまだ声出せますか。イエーイ。それでは引き続きお
夏が近づいてるなって毎年そう思うんですよ、そう、私去年見ました。あ、本当、はい、去年もすっごいいい天気で、今日みたいに超暑くて、そう、ありがとうめぐめぐ欲しい。だからね、今年のこのイベントから日焼け止めを解禁しました。あー、確かにね、この皆さん、今日日焼け止め塗ってる人いる？女子力高えな、みんな女子力高え、いいね。でも本当にね、暑いので皆さん水分取りながらね、はい、外で美味しいビールなんかありますもんね、こんないい日にね、外で音楽聴きながらビールとか最高ですよ。最高、最高。さっき私たちも屋台見ましたよ、ね、そう、屋台もね、本当にいろいろあって、私は焼きホタテが食べたかったのに、行こうと思ったら乾杯ですっていう看板を持ってて、最高尾の人がもう乾杯ですって言って、ね、ちょっともうショックだった。たません食べましたね。たませんはね、美味しかったよね、はい、なのでなんかね、実行祭ってもっと楽しいなって思うんですけども、あれから6年ということで、この6年を本当に早く感じた人も遅く感じた人も、やっと6年、まだ6年、いろんな思いでこの6年過ごしてきた方がたくさんいると思います。でも本当にね、さっきも言ってたんですけど、大きなショッピングセンターが開いたりだとか、隣の公園にも大きな遊具ができたりだとか、少しずつ少しずつ前に進んでいっていると思います。やっぱり場所は少し離れてるんですけども、私たちができること、そして私たちにしかできないことがたくさんあると思いますので、皆さんそれぞれ一人ずつ何ができるかなと思って、なんか少しずつ協力して復興していったらいいなと思います。私たち OS はですね、こうやってライブをしてみんなに元気を届けるのが仕事だと思っております。イエーイ、ありがとうございます。本当に、ね、本当にね、みんながいるから私たちも居続けるし、はい、そのね、OSU もこうやってステージに立つことができますので、本当にみんなで頑張って復興していきたいなと思います。それでは OSU ライブラスト2曲なんですけども、皆さんまだまだ盛り上がれますか？イエーイ。じゃあ最年少のレイちゃん、はい、盛り上げ担当お願いします。はい、それでは皆さん盛り上がっていきますか？イエーイ。ガンガン出せ。
素敵な素敵な元気いっぱいのライブありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ただいまより実行祭2017陸前高田復興チャリティーイベント、復興交流チャリティーイベント閉会式をこのままの勢いで始めさせていただきたいと思います。はい、それではまず主催者を代表して実行祭実行委員会刀根勝之事務局長より御礼申し上げます。刀根さんです。皆さん、本日もまたありがとうございました。ありがとうございました。本当に、こういう形で実行祭をやらさせていただいて6年目になりますけど、本当にあの皆様のおかげで、今年も、こうやって、陸前高田とこの実行が固い絆で結ばれたと思います。本当にありがとうございました。私今事務局長とご紹介いただきましたけど、この赤い T シャツを着ているのが、全員実行委員でございます。どうか会場の皆さん、実行委員にまた盛大な拍手をしたってやってください。ありがとうございました。本当に、実行委員1年間ね、本当に頑張ってやってきました。ありがとうございます。ではあの今日皆様に、寄せていただきました寄せ書き、実行祭の旗に書いていただいたこの寄せ書きを OSU の皆さんから陸前高田の皆さんにお渡しをしていただきたいと思いますので、まずちょっとおやすみさん、これ旗を開けてもらっていいですか。はい、すいません、大きな旗なんで、この後ろの旗の同じものですからね。はい、はい、それではお渡しするのはですね、陸前高田市の商工会、尾形良一様。逆ですね。尾形さんと、そして畠山さん、ステージに来ていただいて、松坂さんと、はい、ゆきねさんも、ちょっと拍手、陸前高田からお越しいただきました商工課の皆さんです。尾形さん、畠山さんと松坂さんです。ありがとうございます。あのホタテをね、今日一生懸命焼いていただきました。売り切れたホタテですね。あとなんか大御所のなんか親方が、親方ゆきねが、はい、はい、来てください。はいはい、じゃあ、じゃあこんな風にね、皆さんにたくさんたくさん寄せ書き書いていただいたのを
思いを込めて OSU の皆さんから、陸前高田の皆さんにお渡しください。ということで、本当に今日は一日楽しいイベントに私たち OSM を参加させていただきまして、本当にありがとうございます。これから少しでも力になっていけるように、それぞれ多分来てくださった皆さんもできることをやっていきたいなと思いますので、これからもぜひよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、今年も義援金箱50個置かせていただきました。皆様のご協力、本当にどうもありがとうございました。代表して今、一つね、持ってきましたけども、お渡しいただきたいと思います。大きな拍手。じゃあ、お母さんに一言いただいてよろしいですか。今日は本当に皆さんどうもありがとうございます。朝早くからこの時間まで、すごい熱い熱い熱い思いが今陸前高田に届きます。そしてこれからもつながっていきますので、皆さんのおかげで私たち一歩一歩前に進むことができています。これからもよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。さあ、そして、今、ね、代表して一つ渡していただきましたが、残りの義援金箱は実行委員会が責任を持って陸前高田にお届けいたします。皆さんご協力本当にありがとうございました。また本イベントにいただいた協賛金、こちらも必要経費を除いて全て陸前高田へ寄付させていただきます。こちらも後日実行委員が直接、ね、陸前高田にお届けさせていただきます。さあ、ここで大変名残惜しくはございますが、地高祭2017陸前高田市復興交流チャリティーイベント閉会宣言並びに一本締めをさせていただきたいと存じます。音頭を取っていただきますのは今年も顧問の中島利道様です。利道中島顧問、よろしくお願いいたします。お願いします。一本締めではなく、いつものあれでお願いします。いつものあれ分かってる人がごく一部だと思うので説明していただいていいですか。はい、いつもの 1,2,3 ダーでお願いします。います。陸前高田の皆さん、そして日本中の皆さんへ元気を送ります。います。いぞー、1,2,3 ダーでした。中島顧問、どうもありがとうございました。ということで、以上をもちまして朝早くから皆さん参加していただき誠にありがとうございました。ちっこ祭2017陸前高田市復興交流チャリティーイベント閉会フィナーレとさせていただきます。皆様本当にありがとうございました。また来年ちっこ祭2018で会いましょう。ありがとう。